犬は冷たい地面に横たわったまま動けず、周囲に散らばった食べ物から、彼は長い間ここにいていたことがわかる。男性が救助の情報を受けてここに駆けつけ、犬はまるで助けを求めるように必死に尻尾を振っていた。工場のスタッフによると犬はここに3日間もいて、助けてくれる人がいなければ、ここで凍死するかもしれない。哀れな犬は優しい人々を見つめ、心を痛めた男性は温かい手で犬をなだめたが、犬はなかなか立ち上がれなかった。この子は脊椎損傷のため捨てられたのだろうか。男性は犬を車に乗せて市内の病院で検査を受けさせようとした。家に戻ってから食べ物と水を用意してやり、犬はお腹が空いていたからガツガツ食べ始めた。この様子を見た男性の心は痛んでこの犬を救うことを決意し、それからケイケと名付けた。翌朝早く彼はケイケを市内のペット病院に連れて行き、一連の検査の後、医師は犬が脊椎損傷で立つことができないことを確認し、また外科的治療が必要で、手術後の回復には時間がかかると言った。男性は迷うことなく手術に同意し、ケイケの治療とリハビリを全面的にサポートした。1ヶ月間入院してハビリを受け、医師と看護婦の入念なケアの下で、ケイケはようやく基本的に立ち上がることができるようになった。これは医療スタッフの専門的な治療によるものだけでなく、ケイケの強い意志によるものでもあり、諦めずにリハビリ訓練を続けて、ついに新しい人生を歩み始めた。入院した間、男性はいつも犬に付き添い、限りない愛情を注いで励ました。ケイケは次第に男性を自分の救世主とみなし、その目は感謝と尊敬に満ちていた。一緒に過ごした時間は長くはなかったが、二人の間には深い心の絆が築かれた。回復後ケイケはようやく他の犬のように、庭で自由に走り回って遊ぶことができるようになった。人々が救いの手を伸ばしてくれたことで、ケイケは喜びと活力を取り戻し、新たな人生を切り開けた。人々に感動させた粘り強さと活力を示し、ほどなくしてある夫婦がケイケの里親となって、新しい家と温かい付き添いを与えた。ケイケが再び人間の愛と世話を感じながら、幸せで楽しい生活を送っていくと信じています。人間であれ動物であれ、すべての命は尊重されて大切にされるに値し、愛とぬくもりに満ちた世界になりますように。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。